芽が出てしまった里芋の上の部分、下の部分は切って食べることができて、上の部分は捨てずに植えてみましょう。そしたら生えてきます。芽が出てしまった里芋の上の部分切ってね、植えたらね、試しに植えてみたらね、これ生えてきました。こういうの面白いね。はい、だんだん、どうもカービィです。今日はね、こちら試しにね、植えてみた里芋、本当はこれを植えて育って収穫できてから公開したかったんですけど、これも今紹介しておかないとやってみたいという方ができないんで、とりあえず見切り発車というかね、全然できないわけじゃないことが分かったので、ややこしいなとりあえず紹介動画を撮りました。で、これだけだとね、ちょっと話が短すぎるんで、もう一個こちら、さつまいもの前の途中経過と、まあこれからどうしようかっていう話もしていきます。まず里芋の話なんですけれど、これがですね、いつだ、だいたいね、1週間以上前、10日ぐらい前かな、10日前ぐらいに、これね、5、6個入ってます。この里芋がもううち食べきれなくて、たくさん置いてあるうちでね、こんな感じでね、芽が出ちゃうんですよ、どうしても。これね、芽が出ちゃいます。で、上の部分は切って、下の部分ね、芽の部分は切って、ここはさすがに食べないんで、下の部分は普通に皮を剥いて美味しく食べてます。うちのね、チョコさんも美味しく里芋、芋言いながらで食べてる。だから味は全然いいんですよ。で、食べられます。で、この上の部分って、これさらに掘っておくとね、このね、ここのところ、ちょっと私が入ってないけど、ここの、芽の周りからもう根が出てくるんですよ。ってことは、この上の部分だけでも植えておいたら、育つんじゃないかと思ってやってみたら、やっぱりね、成長してます。これ植えた時はこのね、今、ちょっと、葉っぱ、ちょっとごめんなさい、ピントが合わない。ピントが合わないけど、葉っぱが全然開いてない状態だったんですよ。で、植えてから10日ぐらい経って、まだ青してるってことは枯れてないんですよ。つまり生きてる。なので、このまま育てたら、おそらく成長します。ただ、この芋っていうのは、この、芽の栄養の貯蔵タンクなんですよ。だからこれが、ほぼ切ってあります。切って、こういう状態。これだけ。こんだけ。こんだけを植えてあります。うん。なので、とりあえず今のところ育ってるけど、この後ちゃんと育っていい芋が取れるかわかりません。もしかしたら、葉っぱだけ茂って、ちっちゃい芋ができて終わりかもしれない。で、もしかしたら、葉っぱが茂って、里芋がちゃんと収穫できるかもしれない。何にせよね、元ではただというか、捨てるものなので、これはね、これでうまくいったら儲け物という実験でございます。で、これやり方としては、切ってすぐ植えると、ちょっとさすがにカビやすいかなと思ったんで、これ切ってから、まあ、2、3日置くとね、この子乾くんですよ。これ、じゃがいもの時と一緒ですね。で、ここを、切って乾かしても、芽がね、全然、死んでません。生きてます。はい。切ってから数日経ったのに芽がね、死なずに生きているので、数日、乾かしても大丈夫です。ただ直射日光に当てると良くないので、日陰の風通しのいいところで、ここ、断面を乾かしてあげる。で、植え方なんですけれど、この、上の緑色の部分がちょっと出るぐらい、こんぐらい。先端がちょっと出るだけ。芋と芽の境目から根っこが出てくるんですよ。じゃあ試しにこの植えてから10日ぐらい経ったやつ1個ちょっと引っこ抜いちゃって見せますけど。よいしょ。あ、根出てんなこれ。よいしょ。ほい。まあ、ちょっとね、狭くなってくるからどうせ植え替えようかなと思ったんで。あ、出てる出てる。はい。こんな感じです。これで見た方がわかりますから。はい。ここのね、白い部分は土埋まったところですね。で、この下のところね、土落としますよ。ほら。これ。これ、根が出てきてますね。この辺。という風に、植えて、まあ伸びたわけですよ。最初この先端が出るか出ないかだったんで、この部分も伸びてるし、根も出てきてる。つまり成長続けてます。あ、根っこさえ出てくれば、もうそこから養分、水分吸い始めることができるんで、それで成長していくと。なので、まあ家に芽が出てしまった里芋があって、まだ食べきってないっていう方はこれやってみてください。もちろん、種芋として植えてもいいです。こんなになっちゃって、もう葉っぱ出てるやつはもう植えてあげようかなと思うんですけど、これなんかもう段ボールに入れて保管してるだけでもう根を出そうとしてます、ここから。こうなる前に食べきらなきゃいけないんだけどね。はい。まあまあ、とりあえずね、リボベジってやつで、ね、試してみると面白いよっていう話です。で、これはね、引き続き経過観察をしてやっていきます。あとね、コメントで面白いのをいただいて、その、水が好きどころか、水田に植えてもいいんじゃないかっていうコメントをいただいたんで、田んぼにね、里芋を植えるっていうことも今年ちょっとやってみようと思います。はい。せっかくなんでね、この里芋を、途中までね、発根させるための鉢植えもやっておきます。
の、まあ、これはあくまでそのなんていうかな、このポットの中で育てるというよりは、根を出して養分と水分を吸収できる段階まで育てることが目的なので、土の量はそんなに多くなくていいと思います。こいつみたいに上の葉っぱが伸びて根が出てきたらもう畑に植えてあげていいので、で今はもうね、気温も安定してきて最低気温が10度上回ってき始めますんで、まあ、この鉢、育苗ポットでまあ1週間から10日程度育ててあげて、そっからも畑に植え直していいと思います。はい。だからね、この 7.5cm、75mm のポットですね、ここにまず土を大体半分ぐらい入れて、そこにこれ切った里芋を入れます。でウォータースペースを残して周りに土を入れていくと。根の生え際がしっかり土に埋まっていれば十分です。全部埋めてしまうとちょっと良くないかなと思うんで、先端は少し出す程度、先端が出てればね、光を吸収して光合成ができると思うんで、こんな感じです。はい。このように先端ちょこっと出して、生え際はしっかり埋めてあげると。これで、まあ、土が乾かないように水やりをする。あんまりビタビタに土がずっと濡れてる状態だと、腐りやすくなってしまうので、そこはね、ほどほどにしてあげてください。カラッカラにならなければいいと思います。はい。芋類はね、ジャガイモもそうですけど、芋の方に水分をある程度蓄えてますんでね。はい。いや、これでいいと思います。追肥なんかはね、しなくていいかな。さっきも言った通り、あくまで発根してくるまでの、発根してくるまでの仮植えみたいな状態なので、まあ、10日から、まあ、3週間程度で十分だと思います。はい。これでね、育苗してあげて畑に植えてあげるといいと思います。ただし、最初に言った通り、これはあくまで、実験なので、これで芋ができるかどうかはわかりません。それは秋になったら動画で紹介します。はい。ということでよかったら、お家にまだ里芋、芽が出てしまった里芋があるようでしたら、上は切って、植えて、下の方は美味しく食べてみてください。もう一個ね、こっち。以前動画で紹介した、さつまいもの苗を水耕でやってみるっていうやつなんですけど、これね、まあ、育って芽は出てきたんですが、成長が止まってます、ほとんど。はい。うん。なんかね、葉っぱの色つやもあんまりなくて、これね、葉っぱの色つやもあんまり良くないんですよ。なので、やっぱ土に植えてあげます。うん。で、置き手軽にするために、やっぱ鉢植えに植えて、経過観察をしていきます。この先端からもね、これ出てます。ここからも新しい苗が出てる。放芽スイッチを入れるには非常にいいやり方なんですよ。なぜかというと、3月の上旬に、このハウス内に植えた、同じく紅はるかの芋。これ実験用ですからね。紅はるかは、登録品種なので、自家属食したものを売ってはいけません。譲ってもいけません。自分家で食べて、見るだけだったら大丈夫。で、実験としてやってるんですけど、そっちはね、芽が出ないんですよ。うん。なので、やっぱりね、芋の苗を作るにあたって、こういう風にしてから、植えてあげた方がいいんじゃないかとは思います。じゃあちょっとね、鉢植えに植え替えていきます。あとね、ついでに今、できてる芋の苗の様子も映しておきます。はい。じゃあ植え替えやっていきます。まずですね、この鉢もね、あんまでかいと家庭でやりにくいんで、これぐらいのサイズでやっていきます。はい。まあ、土の量は多ければ多いほどね、よく育つし、水やりの手間も省けるんですけどね。あくまでね、ご家庭でもやりやすいっていうことを今回、趣旨として実験でやってましたんでね。それを踏襲します。はい。穴が開いてるんで、そこにまず、土が漏れないためのね、ちょっと板を引いて、で、全体の5分の1程度土入れてから、芋出します。さて、ちょっと取り出すときね、注意です。根がもう結構張っちゃってるんでね、これ。抜けるかな、そのまま。まあ、多少根が切れてしまってもね、また生えてくると思うんで、あ、素直に抜けましたね。はい。こういう状況です。まあ、ちょっとね、水を毎日入れ替えるっていうことも手間になりますからね。はい。で、これは今畑に持ってきてね、水入れておくとね、ちょっとやっぱ悪くなっちゃったんでね、それも含めて土に植えます。はい。土に植えた方がね、やっぱ、なんだろう、根腐れ防止にもなるかなと思います。まあ、とりあえずね、こんな感じで、できちゃいるんですけど、これじゃあさすがに芋の苗にならないんで、はい、植えましょう。で、今、置いちゃうと根が折れちゃうんで、支えながら、土を入れてきます。よいしょよいしょ。はいはい。上半分が出てる感じですね。
まあ、あの、発根した部分が全部埋まって、ちょっと、苗、芽の部分か。芽の部分が多少埋まっても、そこからまた、地上に出てきてくれるんでね。よし、ちょっと揺すってあげて。はい、これ鉢植えへの植え替え完了です。で、植え替えたらしっかりお水をあげておきます。この土はですね、あの、4号地になんか積んであった、おそらく堆肥を作るためにね、数年放置されてね、土のようになったものです。だから養分的には十分あるかなと思いますね。まあ、なければ別に畑の土でもいいと思います。ただ、限られたスペースで苗をいっぱい取るには、あの、肥料分が必要なので、追肥、米ぬかブラカスなどを上から巻いてあげるといいかなと思いますね。はい。じゃあこれでね、引き続き結果観察していきます。はい、こちら、あの、地面に植えてる、ハウス内の地面に植えてる芋の苗です。これ、安納芋ね。安納芋はね、芽が出てますね。ただ、このね、紫色が濃いのは寒いからです、おそらく。寒いとね、アントシアニンが出やすいんですよね。で、こっちがさっき言ってた、3月18日に、あの、植えた紅はるかです。全然出てない、芽がね。まあ、もうちょっと経過観察します。はい。で、ベニヤズマはね、登録品種ではなくなってるんでね、いいと思います。これね、芽が出てます、これ。はい。で、こっち、ナルトキンときどうかな？ナルトキンとき、あ、ちょっと出てるね、ここ、ほら。ナルトキンとき、これも芽が出てます。はい。うん、こんな感じでね、経過観察続けていきます。ちょっと弱いな、やっぱり。なんかね、最初の頃の方がうまくいったね。最近うまくいかない。やっぱあの、放芽した芋を植えないとね、うまくいかないですね。まあ、その放芽スイッチを入れるためには、水に10日ぐらい浸してあげるといいよっていうことがね、今回よくわかりましたんでね、これを踏まえて来年からね、またやっていこうと思っております。